それではゾンビ体操をご説明したいと思います。ポイントは下半身はその場のジョギングになります。これは足が痛い方はもう本当に足踏みをね軽くするぐらいでもいいですし、できる方はですね、こう大きくできるだけ足をこうその場で大きく動かしながらジョギングをするという方法になります。で、上半身はですね、普通こう走るときにですね、なんとこう肩って自然に動きますよね。この動きをですね、ちょっと大げさに動かしてほしいんですよ。ただただ大げさに肩を振る。ちょうどですね、運動したくないときに、例えば学生時代にですね、先生から運動しなさい、走りなさいと言ったときに、やだって言いながらこう走った時代があると思うんですよ。そんな気持ちを出しながらですね、いやいやっていう感じでこう、やる気のない感じをこう上半身で表現するような感じで肩をただただ動かすんですね。その時手はだらんとしておくと手が勝手にこう電電太鼓のように動くようになりますから。で、この時にお腹にクッと力を入れてください。そして姿勢を少し良くしながら少し前方を見ながらですね、肩を大きく動かしてその場でジョギングをする。これがゾンビ体操です。で、足のまあ状態によってですね、これが少しこんな感じのね、あまり足を動かさない方法でイヤイヤをするような感じで走ってもいいし、ちょっと余力があったらですね、こう走りながら上半身を振っていただければ、より運動量としては増えてくるわけです。これ1分間ですね、この状態でこう走っていただいたら30秒間その場でウォーキングをしてください。そしてまた30秒ウォーキングしたら1分走って、そして1分経ったらまた30秒ウォーキングする。1分走って30秒ウォーキング、これを3回繰り返して、これを1セットとしてほしいんですね。これを朝、昼、晩と、できれば食後2、30分したところでやっていただければ、食後の血糖値の上昇なども防ぐことができますからね。より生活習慣病の予防としては効率のいい運動ということになります。これゾンビ体操1セット、すなわちまあ3回走るということをやっていただければ、だいたい約10分間ウォーキングしてきたのと同じ運動量になりますからね。この3回1日やれば、まあ大体30分ぐらい歩いたよという運動に匹敵するわけです。で、それでもちょっとね、なかなか時間が取れないという方もいらっしゃるんですよ。そんな方にはですね、皆さんトイレに必ず行きますよね。その時にこのゾンビ体操をしながらトイレに行っててほしいんですよ。トイレ行きたいなと思ったらちょっと早く出発してください。で、こんな風にしながら2、3倍時間をかけてトイレまでこうやっていくんですね。そしてトイレに行ったらですね、ドアを閉めて、そして用を足すときにですね、パッと座るともったいないんで、ちょっとね、15秒ぐらいかけてスクワットするようにしてゆっくり座ってほしいです。そして用を足したらまた15秒ぐらいかけてゆっくりこう、これあまり頼ることなくね、手をこんな風にしてゆっくり立ち上がって、そしてまたゾンビ体操しながらダラダラと時間をかけて自分の立ち位置に帰ってきてですね、そして家事なり仕事なりを続けていただく。皆さんトイレって大体昼間一日、まあ、4、5回行かれますでしょ、少なくとも。これを全部ゾンビ体操に変えるだけでかなりいい有酸素運動になります。そしてトイレでしゃがむときにちょっと時間をかけてやれば、これは筋肉トレーニングになりますから、ぜひこう生活の中に取り入れていただければなと思います。